はい、おはようございます。4月の1日エイプリルフール金曜日の入荷速報やってまいります。今日も品質のチェックと価格相場のお知らせとかをしていきます。最後まで見ていってください。ラナンキュラスが正面にあります。今日は雨なので外にねほとんど置いてないんですよ。とはいえ外行ってみましょう。あ、止んできたね。止みそうです。外はほとんど鉢物がちょろっと置いてあるだけで切り花は置いてないです。ユーカリが前回の残りでちょっとあります。で、ラナンキュラス、これもそろそろ本当に今日は涼しい、まさに三寒四温なんですけど、涼しいから花持ちいいんでしょうけど、昨日みたいに暖かい日が続くとスイートピーやラナンキュラス、チューリップ、本当に本当に何度も言うようにおしまいですからね。今日はラックス系です。ラックスのこういうやつがあります。あとポンポンがね、ポンポンガーベラじゃないや、ポンポンラナンのミックスっていうのはこんな感じです。各色か。こんな感じです。これがポンポン系のラナンキュラス。でグリーンはこういうやつです。はっきりしたグリーンです。で今日はこの辺いつも定位置なんだったっけかな、ここにスターチス特化のが置いてあります。フリージアも特化がこの辺に置いてあります。大体同じです。前回と同じように 3-40cm の各色な感じですね。こういうところ置いてあります。桜、これは本当に私が観賞用で買ったんで、に咲いてもう落ちますけど、いいんです、いいんです。で本当に今季最後の最後ですよ。ミモザ入りました。ミモザがちょこっとだけあります。50本だけあります。で売れてほしい桜たち、おはようございます。東海桜と今日は吉野桜ですねを販売しております。テーブルに飾りやすいようなサイズでも60センチ級あります。市場ではもう八重桜出てきております。帝王桜とか彼岸桜がもうおしまい、吉野桜も咲いちゃってるのっていうのもね一番の中にはありました。で小手まりまだ出してないですけど、まだまだあります。スパニッシュモスっていうのはこっちね、この細いもずくみたいなタイプの方です。とエアプランツです。もうね、飾りもだんだん南国っぽくなってきましたね。そんなものが多くなってきました。カラーいつもの通り、前回これ前回ちょこっとだけ残っちゃってるんですけど、金額もうちょっとめんどくさい、一緒にしちゃってます。うちもちょっと値段上げてもいいんですけど、もう同じにしちゃってます。早もん勝ちです。とヒテリカムは白、早いね。紅花です。ボリューム超あります。フレッシュですね。芯が緑のフレッシュのひまわりです。あ、小手まりやってます。本当に何だっけ、入社式等の需要も一旦落ち着いて、ちょっと静かな市場ではございました。まだ3日にね、回転花とか入社式 の注文が控えてるんで、そこそこは買っておりますので、皆様もご用命ございましたら、駆けつけてきてね。もうひまわりですか。そうなのです、早いでしょ。母の日に向けて5月ぐらいにね、結構大量に出てきますんで、ぼちぼちひまわりも始まってきております。カンパニュラとか、アリウムの単調とか、芍薬とか、その辺もぼちぼち始まってきましたよ。カーネーション、カーネーション高いね。ちょっとまだまだ高値が続きます。カーネーションとガーベラはまだまだ高値が続いております。
前回より若干落ちましたけど。黄色系がそして来週あたり高くなるかな。イースターっていつだ。4月17日の日曜日がイースター。それに向けて黄色系の花はちょっと高値が続くと思います。これポンポンガーベラです。大輪のガーベラ、ひまわりじゃないんだけど、チューリップも本当終了です。そろそろ終了、本当にないです。これだけしかないです。で、トッカユリはこの辺にあります。今日外を置けてないんで、正面入り口入って右側にトッカユリ置いてます。結構しっかりしておりますよ。とマムたちも一応ねあります。白菊、木菊、スプレー菊、まだ出し切れてないんですけども、今日はちょっとそんなんで店内置ききれないんで、マムはこんぐらいって外に出してます。鯉金魚、これが前回入荷の、もう値下げしちゃってます。物は大丈夫ですけども、早めでないといいとこ選んでくださいね。物は一応全然大丈夫です。そしてバラ、バラも国産は増えてないっすよ。今週までかな、本当に買いづらいの。来週になったらちょっとずつも平穏な日々に戻ってくるんではなかろうかと。こんな感じです。 OK、 なんか大丈夫、あの社長映さなきゃいけない。嘘つくことはない。ないよ。あ、今日エイプリルフールだ。待って、社長、社長はなんと今日オリンピックしようね。見ない。え、あれバラの今後どんな感じですかって映してますか。16歳、今後、今後ないですよ。か、がなんだっけ、バラの今後は確かなかった。オリンピック社長。56歳真夏の冒険。お、なんか楽しそう。ベトベトです。あとは皆様、はい、オリンピック仕様かわゆいって。これもこれも。まさかのライバル平野くん。あ、それも。もう今お花より社長になってる。56歳に見えないって、はい、ありがとうございます。ではバイナラー。次、はい。